アッセンブル、こんにちは。どうも、エルライトです。さあ今日もねランク戦やっていきましょう。長打警戒ですね。長打警戒の時はまあミート打ちを今練習中なんで、こうやってポテンと、理想的ですね。長打警戒されてる時はまあ余裕があればですよ、負けてたり、まあ一発放り込めば終わりっていう場面ではまあそのまま強振で打つ時もあるんですけど、まあ今のようにまあ始まったばっかりだとか、そういった時には、ミート打ちをまあ今練習してるって感じですね。でまあ長打警戒が終わったら普通にこうやって強振に戻してって感じでやらせてもらってます。さあタイピンチがついてますからね、変化量が変わってますから気をつけていきたいんですけど、まあ相手さんはね4割ぐらいの人だったんですけど、まあ僕が今結構連勝中なんで、まあ連勝中っつってもそんなですよ、15連勝中ぐらいだったかな。なんでまあ負けたくはないかなって感じで、はい、やらせてもらってますけども、さてさてタイピンチつくね。まあ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 いいんですけど、ここはツーシームから入ってくると僕は予想しよう。違ったけど打つ。よし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 、ナイスバッチ。まあね3点取ったんでちょっと気がね楽になったかなって感じですね。さあ効いた。まあここ一発ね打てたらもうちょっと楽になるんですけど、どうでしょうか。スプリット入り。いやー全然今日当たらんというか引っ張っちゃった、最悪。まあ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 切り替えて、そういう時もある。まあ僕はね下手なんで、下手なりは下手なりの戦い方をすればいいだけなんでね、そんなバチバチに打てるわけじゃないからね。いやーボールかー、スプリット分かったんだけどな。まあまあしょうがない。さあここはタイピンついたし代打出して、いやー3点止まりはちょっと嫌やな。頼む1点、いや2点だな。ここホームラン打たせてくれ、頼む。ボール、いやーストライク入るねー、ナイスボール。それは打たん、さすがに初球からは。いやここで終わったら結構やばいよ。OK、よく見てる。次入れてくるよ多分。いやーボールだった、マジか。いや絶対ここ、ここチャンス、このカウンターチャンスよ。かー、やっちまったぜ。これ逃したら次俺 2-3 はほぼ振るからな。ハンデサクッチやねんそこ。もう予想外。はい、ということでね、まあ3点しか取れなかったっていう表現の方が正しかったかな。まあ3点取ったんですけど、まあもうちょっと打たないといけなかったかなっていう感じですけど、お相手さんの打率は4割前半だったんで、まあ多分大丈夫かなとは思うんですけど、どうですか。いや取れる、いやマジ今の取ってくれたらめちゃくちゃ楽だったんだけどな。やばいこれもしかして。いやちょっと待って、なんでそんなセンターばっかり抜くの。困るんだが。あ待って、高梨選手使おうと思ったら体力ねえやんけ。待って待って、どうしよう、中継ぎ使うべきなのか。いやいやまだだな。まだいい、大丈夫。これで打たれたらごめんなさい。もうミスです。 OK、 ナイスボール。でここ1球まあスラーブ見せといて、次だなこの1球種。これ打たれたらごめん、ごめんなさい。マジ本当に、なんでそんなセンター打つのうまいの、やばくね。どうしよう、もう止まらん、こうなったら止まらんかもしれんこの人。俺ボコボコにやられる未来が見える。でもな系統なあんまり使いたくねえんだよな。これ打ってきたらうまい。おー怖いな、ちっちゃい方投げるの怖いんだよな。頼む、引っ掛けろ。いや見えてるのかな、見えてそうだね。このストレートで
決まれ。いや取れるよ、これは取れる。オッケー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 、一個ずつ行こうね。オッケーオッケー、もういい、しょうがない、同点まではいい。逆転されないようにやっていこう。うん、もう同点はしょうがない、この場面ね。甘いって、うわーうわー、ちょっと今のはきついな。まあいい、うん、ホームランじゃなかっただけマシだと考えよう。いやーでもな、センターに打つ人ってゲッツーもな多いはずやねん。アウトコース投げすぎかな、さすがに。でもなんか取れる、これは取れる。オッケー、ナイスー。うん、さあここはヒット1本で逆転だからね、怖い場面ですけど。タイピンチ出ろ、頼む、タイピンチ。オッケー、まあここでタイピンチ出なかったらまあ継投かなと思ったんですけど、タイピンチ出たんでここも金子選手でいこう。シュートかな、こういうのをね見せていこうか。スプリットをね打ってくる人にはやっぱりスプリットだけじゃね抑えられないんでね、違う球種も投げていくと。さあここどうしよっかな、ここ一球もう見逃し三振、甘い、バカ、さようなら。あぶねー、あぶねー。はい、ということで2回裏なんですけど、多分あの2回表の僕の攻撃ちょっと長かったんで、うん、カットかな、それともなんか打ったとこだけ流すかって感じだと思います。はい、まあとりあえず4点追加できましたんで、まあこの回抑えたら勝ちという場面まで来ました。はい、ですが先頭バッターが出たんでちょっと不安ですけど、 OK、 ナイスキャッチ。え、ちょやってるわー、マジかよー。取るとこまでは良かったのに、ちょっと投げるとこまでしっかりせえ。やばいやばい、流れがやばい、マジ。俺こんななんか乱打戦というかそんな試合になると思ってなかったのに。それも抜ける、それも取ってくれない。いやー、えぐい、えぐいけどなんかタイピンチは出るから中継ぎ使いたくない気分になる。いや取れるよ、よしよし、でかい、このゲッツーは何よりもでかい。 OK、 でさっきからちょっと引っ張り警戒したら逆行かれるんで、もう定位置でいきます。ビンゴー、あざした。